はい、こんにちは、アイドチャンネルです。8月の9日水曜日ということで、もうちょっとね、夏休みといった感じなんですけれども、いかがお過ごしでしょうか？いやー、暑いですけどね。最近ちょっとね、納得いかねえなっていうことをね、ちょっと思い出したんですけれども、トイレあるじゃないですか。男子トイレ、特にそうなんですけども、まあ、共有トイレでもいいんですけども、鍵かけないで時々入る人いるじゃないですか。で、鍵かけないで時々入る人がいて、で、それをね、開けちゃう、間違って開けちゃうと、開けちゃった側がなんかごめんなさいっていう風潮ないですかね。僕何回かあって、パッと扉開けたら、あーってなって、あーごめんなさい、あーごめんなさいみたいな感じですぐ閉めるんですけども、これ結構あったんですよ。で、僕がね、一番衝撃的だったのが新幹線のトイレなんですよね。新幹線のトイレって自動ドアで、で、なおかつね、空きっていうような文字が見えるようになってて、あ、空いてんだなぁなんて思ってね、中に人いないんだなっていうのを確認した上で、開けるボタンで自動ボタンで開けたら、普通にね、下半身剥き出しのおばさんが座ってて、ちょっと、びっくりしたんですけど、下半身剥き出しのおばさんがね、トイレにちょこんって座ってて、目合っちゃったんですよね。で、その途端僕もね、あーってなっちゃって、あ、ごめんなさいっつってね、そのまま、その場を、ね、扉閉め方もわかんないからそのまま立ち去ったんですけど。で、そのおばさんその後戸を閉めんのかなと思ったら、戸を開けっぱなしの状態で、ずっとトイレ入ってて、で、自動ドアだからね、閉めるボタン押さないと閉まんないんですけど、それもわからずにね、ずっと開けっぱなしの状態でおばさんトイレしてましたね。で、その後ね、おばさんずっとこう、開放的な気持ちで、トイレした後に、あと自動ドアが勝手に後ね、時間とともにバーって閉まってましたけどね。でもこれってそもそも鍵かけろよって話なんですよね。そこがね、未だに僕もね、ついとっさでごめんなさいって言っちゃう風潮になっちゃったんですけども、あれってね、ちゃんと鍵かけた方が、鍵かけない方にも問題あるんじゃないかな、なんて思うんですけれども、皆さんどう思いますかね。はい。はい。で、今日はね、何するかというと、こちらの、パウキディさんの RGB10 MAX 3 Pro なんですけれども、こちらでね、セガサターンを動かしていこうかなと思います。セガサターンの中でも結構重たいソフトを動かしていくんですけれども、はい。これで動くかなといったところをちょっと見ていきたいと思います。で、あとね、もう一つちょっと注意したいところが、このね、パウキディさんの RGB10 MAX 3 Pro、この本体なんですけど、まだまだね、システムがめちゃくちゃ不安定です、これ。で、遊んでる途中にポツッとね、ゲームが落ちたり、なんてこと頻繁にあります。で、誤解しないでほしいのが、じゃあね、システムまだ不安定だからこのゲーム機ダメだねっていう風にね、おっしゃる方結構いるんですけれども、実際はね、まだまだこれジェル OS 更新がね、進めば進むほどかなり安定化してきております。ね、現段階でもね、8月入ってから結構更新2回ぐらい入ってて、それでね、だいぶ落ちにくくはなっております。はい。なので、ね、システムが落ちるからこの機種ダメだってはまだね、評価しきれないかなっていったところもありますんで、そこだけはね、ちょっと購入する際はね、そういうもんだと思っていただいて、で、なおかつね、これ、ジェル OS の更新がね、必須なんで、必ずね、このドングル、つけるようにしてください。こういうドングルね、必要になりますんで、それがあって、それをね、了承した上でね、ご購入いただくかどうか悩んでいただくのがいいかなと思います。もうね、更新するつもりもない状態で使いたいっていう方はね、もう適さないと思いますんで、で、更新してって、あ、動かないのが動くようになったななんていうのを楽しむ期待だとね、思っていただければなと思いますんで、ぜひとも、そういうところ、購入する前にね、ちょっとそういうところがありますんで、よろしくお願いします。僕はね、もうちょっとね、これ、ジェル OS 更新進んでからね、しっかりちょっとなんか、一本の動画ね、こういうものですよっていうのをね、作ろうかなと思っております。じゃあね、早速、セガサターンの方ね、今日動かしていきたいと思います。はい、じゃあまずね、一本目。バーチャルハイドライドですね。こちらね、バーチャルハイドライドなんですけども、このソフトね、パウキディの X55 だと、ちょっと動かなかったんですけれども、起動はしてたんだけど、なんかね、真っ暗になっちゃってね、なんていうこともあって、これがね、今回、RGB10 MAX 3 Pro だといけますということで、マップがね、毎回ね、自動形成されるということでね、遊ぶたびに違うマップで遊べるんで、かなりね、新鮮な気持ちで遊べるんじゃないかなと思います。はい、じゃあ早速ね、見ていただけると思いますか。このおっさんがね、ほら、いい感じのおっさんになってますけどね。
このおっさんの後ろ姿がね、またいいですよね。この歩き方もいいですよね。で、こう、とりあえずね、ここのね、方位磁石のこの光の方向に向いて歩いていってくださいっていうのはね、こっちかな。そうするとね、墓場みたいなところ出てくるんで、まず墓場のところでなんか変なもの取るんですよね。まあ、基本的にね、この光の方向に随時ね、歩いていけば攻略できるっていうことで、迷子になることはまずないかなと思います。毎回ね、マップ違うんでね、なんかもう、バチバチ音なのが気になってますけど、ね、これも木のところね、こうやって。ぶつかってても自動でこうやってね。おっと、こっちになりましたね。こっち、あ、来ましたね。この柵のところですね。この柵の中に入り口がどっかあるんで、もう探してみましょう。あ、ありましたね、ここにね。はい。はい、ありました。いいね、この、あ、なんかもう敵が来てましたね。ガタガタうるせえなと思ったら敵が後ろからね、襲ってきてたんですね。ここはここでまたね、墓場、ゾンビみたいなのがね、いますんで、この中でこの光の矢印を追ってって、大きな墓の、ここかな、多分。この墓をね、こじってみると。この墓かな？ここっぽいかな？いや、違うかな？ここ？よいしょ。よいしょ、これ？これ？あ、なんか違うのかな？ここか？いや、これか。どのボタンだよ。どのボタンだよ。この墓っぽいんだけどな。うん、やっぱここですね。ここですね。ちょっと待って、ね、ボタンがわかんない。ボタンがわかんないな。はい、来ましたね。はい。アクションボタンがよくわかんないですね。はい、こんな感じ十字架手に入れました。で、敵いればね、倒したいところなんですけど、なんかこの剣とか取れないのかな。なんか落ちてますね、ここにね。なんか落ちてましたね。鎧手に入れました。で、ここにね、剣がまた落ちてるんで、この剣も取れそうな感じしますけどね。取れないのかな。うん、この剣取れそうな感じします。取れないのかな。取れましたね。はい。剣手に入れたんで、まあ、装備しながらね、こうやって落ちてるものを拾ってきながら、いろいろね、装備かな。道具。間違ったね。決定ボタンじゃないところをしてますね。これかな？あ、で、探検だったのが、革の鎧外すとかね、いろいろありますけど。革の鎧ですね。これは装備しましょうかね。はい。で、革の鎧もちょっと装備しましょうかね。まあ、変わんないですね、見た目ね。あ、ちょっと剣がね、太くなりましたね。はい、こんな感じでね、結構ね、面白いソフトだったりするんですけど、敵がね、全然出てこないですね。敵いないですね、この辺ね。ゾンビ君いればよかったんですけど。はい。っていう感じですね。なんか結構ね、これも遊べます。これ遊べること重要だなっていうのもあってね。結構ね、安定して動いてるかなと思いますんで。ね、これぜひ遊びたいっていう方結構多かったんですよね。コメント欄で、え、パウキー X55 でバーチャルハイドライダー遊べないの？みたいなね、話で盛り上がってた時があったんですけども。まあ、今回はね、これいけます。で、次の目印がこちらになりますね。ここね、また走っていって。いただければいいかなと思います。ちょっとね、せっかくなんで、もうちょっと行ってみましょうかね。もう かなり軽快に動いてるかなと思います。戦うシーンがね、ないので、敵がいないっていうかね。このマップ敵が存在しないのかぐらいなね、感じになってますけど。あ、今度この館ですかね、ここの館。ここの館の入り口。あるかな？ここっぽいですね。こんな感じだ。間違ったね。入っていただいて、次々ね、こうやって、ストーリーあるんだかないんだかよくわかんないみたいなね。吸血鬼の屋敷に入ってきましたんで、多分コウモリがいっぱいいるんじゃないかなと思うんですけども。はい、こんな感じで。いいですね。このね、カクカクした感じがいいですね、またね。よしよし。盾とかもね、装備がかなり軽装備で来てるんですけども、敵がいないね。敵欲しいんですけどね。はい。こんな感じでね、いろいろ探索していただいて、この実写との融合がね、楽しいゲームだったりしますんで、あ、敵いましたね、今ね。コウモリいましたね。あれ？当たんない。当たりました。一撃でしたね。はい。っていう感じでね、進めていただければなと思います。かなりね、面白いソフトなんで、遊んでみてもいいんじゃないかなと思います。ね。この手軽な感じで遊べるのがいいですよね。はい、じゃあ次のゲーム行きたいと思います。はい、じゃあ続きましてバクバクアニマルですね。かわいいね、このキャラクターもね。まあ、ちょっと飛ばしますけれども、
これもね、最初ね、動かなかったことが結構多くて、最近ね、動くようになったゲームではあるんですけれども、はい、スタートボタンね、バクバクアニマル、行きたいと思います。ちょっとオープニングちょっと欠けてたりしますけども、あまりね、ゲームに影響しないんで、こことかね。うん、ちょっともっと、なんか、多分なんか出てきましたね。あ、ちゃんとね、出てきましたね、オープニングもね。はい、じゃあこれで行きたいと思います。間違ってる、ボタン間違ってるね。これですね、はい。で、一人で遊ぶで、オフ2で行きましょうかね。で、落ち物パズルです、このゲームね。で、結構ね、当時ね、ぷよぷよがね、流行って、落ち物パズルがね、ものすごい発売してた時期があって、そのうちのね、これもぷよぷよ意識してだと思いますけど、こうやってね、キャラクターの同士の話が始まります。で、このゲームのね、特徴は、うさぎさんだったら人参食べるし、ワンちゃんだったら骨食べるし、みたいなね。感じでその組み合わせでね、連鎖作っていくみたいなゲームに仕上がってます。で、コツとしてはね、もうできるだけ、なんていうかその、たくさん積み上げてね、同じ色のものをたくさん積み上げていくっていうようなところがいいんじゃないかなと思います。で、まあ、なので今ね、笹いっぱい積み上げてるんですけど、よいしょ。あとね、黄色は黄色でまとめて、骨は骨でまとめて、みたいな感じでやっていくと連鎖に、つながりやすいかななんて思います。よいしょ、よいしょ、よいしょ。まあ、これ消しちゃいましょうか。なんかね。で、骨は骨でまとめて、みたいな。今ね、ちょっとね、なんとかうまく連載にならないかなとは思ってるんですけど。パンダがね、なかなかね、これ骨は合わせて、まあ、これも消しちゃうからね。っていう感じでやってっていただければ、結構楽しめるかなと思います。もう結構詰まってきちゃったんでね。もうちょっと一回猿で消しちゃいましょう、これね。そうすると2連鎖でウサギさんみたいな感じになります。で、まぁ、ちょっとこれ、どうしようかな。いらないな、これね。よし。まぁ、ちょっと犬で消していきましょうか、これね。はい。かなりね、パクパクしてる感じがね、気持ちよく楽しめるかなと思います。よし。あー、犬が。よし。よし。はい。ちょっとね、詰まってきましたね。こうしちゃおうかな。なんかうまく繋げたいんで、ああ、めちゃめちゃ来ちゃった。で、この中で、ね、めちゃめちゃ連鎖がね、こうやって生まれるわけですよ。猿重なりすぎ。はい、こんな感じでね、ちょっとね、処理がね、だいぶギリギリなところはあるんですけども。はい。こんな感じで勝ちました。といった感じです。面白いソフトなんでね、ぜひ遊んでいただければなと思います。はい。じゃあ続きまして、セガサターンのね、シューティングゲーム、テクノソフトさんのハイパーデュエルになります。このソフトはね、テクノソフトさんということで、サンダーフォースとかね、有名だと思うんですけど、そこのね、シューティングゲームになりますね。結構ね、サウンドも良くてね、ノリノリだったりするんですけども、いろんなね、キャラもいて、二人しかいないですね。三人いますね。女の子にしましょうかね。じゃあ、これでちょっと行きたいと思います。サウンドがね、いいんですよね。このテクノソフトさんのね、シューティングゲームってね。おー、いいですね。来てますね。あー、気持ちいい。この気持ちいい感じがね。パワーアップ。おー。ぜひね、面白いんでね、このゲームね。よしよしよし。パワーアップ。よし。来ましたね。なんかオプションみたいなのがね、手に入りましたね。今、ここにね。で、このね、飛行機なんですけども、ちゃんとロボットにも変形するんですよね。これがね、面白い。ロボットモードと飛行タイプにね、変形させながら、ちょっとマクロスに近いですよね。マクロスっぽい感じがしますけどね。結構ね、面白い感じに仕上がってるかなと思います。これね、あだだ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 。よし。いいですね。超軸要塞、マクロスの敵にも見えますよね。敵者も危ない危ない。かなりね、遊びやすいゲームに仕上がってるかなと。あ、もう一個オプション来ましたね。こうやってね。うわぁ、派手。うわぁ、面白い。確実なやつ。しかもちょっとね、重たくなってますね。若干重たいかなって。おーおー、だだだだだだだ。
後ろに回り込むタイプとかね。あ、倒しました。派手めちゃめちゃ派手これは面白いですね。はい、ステージ1クリアしました。面白いね。ハイパーデュエルいいですね。まあ、もうちょっと行きましょうか。2面もね。まあ、2Dのシューティングはね、かなり軽いんでね、そんなに負荷もかかんないんで。ただね、難しいっていうのがありますけどね。おうおうおうおお。あ、1個オプションがちょっとお亡くなりになってしまいましたね。ちょっとグラディウスの、ラスステージにちょっと近い感じがありますね。ちょっとね。こういうね、細いところはね、こうやって、おー、やばい、やられちゃった。こうやってね、ロボットタイプでこうやってね、倒しながら。いいですね。一掃しながら楽しむっていうのはね、面白いかなと思います。はい、っていう感じですね。ハイパーデュエルね、かなり面白いソフトに仕上がってますんで、ぜひね、遊んでみてはいかがかなと思います。はい、じゃあ続きまして、まあ、メガ CD で遊んだ方多いと思うんですけど、ルナのね、セガサターン版になります。ルナ、シルバスターストーリーですね。当時ね、これ、初めにね、買ったんですけれども、アニーラジがね、結構ブームでね、この時ね、ラジオでね、シルバスターストーリーのね、ラジオ番組よくやってましたね。ね、もうめちゃめちゃ聞いてましたけどね、当時ラジオで。冒険の旅という言葉が、ああ、いいですね。僕を捉えて話さなくなったのは、アルテナの女神様を守って戦った英雄、ドラゴンマスターダイ。あの人も、こんな風に遠い世界を夢見て旅立ったんだろうか。そして、いつか、僕も行くのだろうか。あの雲の流れる果てを目指して、これも地形どうなってんのって。冒険の旅へと。地形どうなってんのこれって思いますよね。このね、この小物がね、萩原純子さんという方がね、演じてるんです、確かね。ラジオでの、ね、パーソナリティだったんだよですけど。この、これね、萩原純子さんですね。いいですね。こういうね、ちゃんとしたアニメーションになってんのもいいですよね。メガ CD みたいな、ね、ちょっとね、ザラザラしたアニメーションもいいんですけど。はい、っていう感じで、ね、アニメーションがね、ちょこちょこね、挿入されるようになってるんですけれども、それでもね、結構こう、フルボイスではないんだけれども、ちょっとチカチカするの気になりますけどね。一応こんな感じで、かなりね、快適に。おぉ、この崖危ないですもんね。どうなってんのって思いますけどね。で、この後ね、デブメガネが出てくるんですよね。デブメガネですね。ヤーレス、ここにいたのか、ね、デブメガネですね。びっくりするなよ。あの氷に閉ざされてた白竜の洞窟に入れるようになったみたいなんだ。きっとこの異常なあったかさのせいでな。なあ、すっごいだろう。ドラゴンマスターのおとぎ話に出てくる竜のダイヤ、こいつを手に入れることができるかもしれないぜ。まあ、セガサターンはね、かなり安定して動いてるんでね。ただちょっとチカチカするのがね、エミュレーションのちょっと失敗部分もあるんですけれども、まあちょっとね、遊べるようなレベルではあるかなと思います。よし、すげえチカチカするの気になりますけどね。で、ちょっとね、気になったのが、ここ、こういうとこなんですよね。ここ、ほら。木のね、木陰にね、本来、テクスチャーが先にね、この木のところに出なきゃいけないんですけど、このキャラクター優先になっちゃってるっていうね。だからね、ちょっとね、そこが残念ですね。一応ね、遊べるんですけど、このね、建物の裏とかね、おばあちゃん透けちゃってるって、おばあちゃんもう屋根の上乗っかっちゃってるみたいになってるんですけど、実はね、建物の裏にいる状態なんですよね、これね。はい。ここがね、ちょっと残念な状態かなと思います。もう完全にエミュレーションのね、失敗ですね、これはね。で、こっち行くと、女の子いるんですよね。
ルナじゃないか、みたいなね。早く行こうぜっていう。ここはね、キーのところうまく言ってるんですけどね。で、アニメーションがまた入ってくる、みたいな感じでね。ただまあ、ストーリー上には影響しないんでね。テクスチャーのちょっと、ね、優先順位がちょっとうまくエミュレーションできてないみたいなところあるんですけども。いいよね。ひかみきょうこさんだったかな、確かこの女の子の役はね。かわいいね。この世界観をね、味わうのにね、いいゲームだと思いますけどね。これのね、MPEG 版はね、さすがに動かないんでね、これもう一個ね、動画が綺麗になってるバージョンがあるんですけども、これはね、動かないですね。どんなエミュレーター使っても動かなかったですね、MPEG 版は。はい、っていう感じでね、かなりしっかり遊べるかなと思います。ぜひね、ルナシルバスターストーリーね、まだ遊んでない方、ね、ぜひこうやって面白いゲームになっております。はい、じゃあ続きまして、マーベル・スーパーヒーローズ VS ストリートファイターになります。このゲームね、結構重たいんで、ちょっと動かしてみたんですけれども。はい。で、このゲームの特徴としてはね、このノリマロがね、いるんですよね。木梨憲武さんのね、描いた絵がね、そのまま登場といった感じなんですけども、今日はね、ちょっと、これ、いじってみましょうかね。海外版ではね、入ってないんですよ、このノリマロがね。はい、こんな感じで。誰やねんってなるからね、海外版をね。イージー操作で行きましょう。ノーマルで行きましょうね。はい。結構ね、重たいんですよね、このソフト、ほんと。遊べるかな？いけそうですね。木梨さんがね、声当ててますね、綺麗にね。やっぱちょっと重たいかもしれないです、まだね。よし。じゃあ剣もね、ちゃんと。ちょっとね、カクついてる部分はあるかもしれないですね。まだはね、めちゃめちゃ使いやすく出るかなと思います。もうパッと、わー、ちょっと重たいかな、やっぱりな。もともとね、4メガの拡張ラム入れてね、使うゲームなんで、ちょっとね、エミュレーターだと結構それなりにね、大変かもしれないですね。ノリマロの必殺技使ってみましょうか。よいしょ。これだとね、物ひたすら投げるっていう。はい、こんな感じでね。面白いですね。ちょっと、処理落ちしてるね。若干処理落ちしてますね。おもろいですね。また必殺は入りましたね。いろいろね、コスプレしてるっていうね、いう感じなんですけど。面白いキャラですね。っていう感じでね、ちょっと重たいですけど、まあ、ギリギリかなーといった感じですかね。まあ、結構ね、処理重たいソフトなんでね、このゲームね。はい、っていう感じでございます。はい、じゃあ続きまして、セガサターンのね、バーニングレンジャー動かしていきます。セガサターンの中でも5本の指には入るんであろう重たいソフトの一つですね。大体動かないことが多いです、このゲームはね。今日はね、こっちの、宮村優子さんのね、声当ててる女の子の方にしたいと思います。いいですね。ノリも良くてね。ソニックチームが作ってるんで、ソニックのヘッジホッグのね、チームなんで、かなりね、爽快感あるアクションゲームに仕上がってはいるんですけれども。よくね、考えてみると思いますけど、ね、これね、綺麗な状態で作ってほしいですね。エネルギー炉が非常に危険な状態に突入。なお、避難が確認されていない研究所員が若干の模様。各自非常用ポートから侵入。速やかに行動を開始し、ショートビッグは施設の炎症を食い止めつつ、要救助者の救助を。はい、かなりね、動いてます。シリストリードは地下最下層の制御ルームに直行して。この時点でね、音がね、バツバツ飛ぶことが多いんですけども、
大丈夫ですね、今回ね。で、ちょっと操作。これがジャンプで、これがショットですかね。あの、火消しのショットですね。あ、これは無線ですね。はい、わかりました。ということで、あ、ばばばば。こうやってね、火をね、爆発するんでね、こうやってね、避けながら。あ、ばば。巻き込まれちゃいました。結局巻き込まれましたよ。あ、ばば。もう次々爆発していくんでね、工場だから。迷ったら Z ボタンを押してね。こうやってね、行きたいと思います。めちゃめちゃもう爆発しますね。慎重にね。で、このね、救助者を助けていくという感じの。ほんと、あとちょっとの我慢だからね。はい、転送していきます。ね、最近。座標セット。ね、転送座標確認。転送開始。こんな感じですね。で、この頃ね、結構その消防士ゲームがね、流行ってたんですよね。まず一人目ね。さ、次も頑張ってね。スーパーファミコンでもね、消防士ゲームがね、いろいろ出てて、この頃ね、ほんとね、消防士のゲーム多かったかなと思います。で、まあ、バーニングレンジャーかなりね、こう、近未来な消防士みたいなところなんで、爆発前の音に注意して。爆発前にね、ピューンって音をするんですよね。こうですね。こんな感じで、避けながらね、進めていくといった感じですね。バックステップしながらね、音が聞こえたらバックステップみたいな。そこから上に行けるの？ここですね。バックステップしながら、よし、火は消していくみたいなね。この銃のね、火消し銃で消していくんですけども、っていう感じですね。で、またね、これ上の方になってるんですけど、非常に地図が見づらいっていう、このね、特徴があったりしますけど、ここにね、救助者いますね。よいしょ。ここにまた転送していきましょう。しっかりして、助けに来たよ。もう一酸化炭素中毒だね、これ。はい、という感じで。転送っていうね、なかなか便利なアイテムがあるんでね。座標セット。転送座標確認。転送開始。リデミトみたいなところですね、多分ね。ドラクエで言う。リデミトみたいなね。ルーラだとね、頭ぶつけちゃうんでね。はい、という感じで進めてって、まあ、これアイテムを取りながら行くよ、ということで。こちらティリス。右斜めに進んで。こうやってナビゲーターもついてるんでね、こうやってしっかり、こうやって進みながら、こっちかな、なんて、いう感じで遊んでいただくといいかなと思います。近くに非常用のスイッチがある。これスイッチですね。探してみて。ティリス、あなたのいる D101 ブロックには、地下へ通じるエレベーターがない。おっと、なんかありますね。ほら、落ちたち。はい、こんな感じでね、進めていけば、なんか、爆発してますね。暴走中の作業ロボットを破壊。こちらの被害はなし。みんな、気をつけろ。はい、こんな感じで進めていただければね、楽しめるかなと。結構ね、安定して動いてるかなと思います。やっとバーニングレンジャーね、ハンドヘルドのゲーム機で遊べるようになったなっていう感じがしてますけどね、僕はね。うん、ぜひね、面白いソフトなんで、よし、遊んでいただくといいんじゃないかな、なんて思います。はい、興味のある方はね、ぜひ、遊んでみてください。はい、ちょっとね、引っかかっちゃって、操作に若干癖があるっていうね、感じがあるんですけどね。はい、上行けましたね。はい、っていう感じでございます。いい感じですね。はい、バーニングレンジャーでした。はい、じゃあ、激重ソフトね、もう一本動かしていきます。コットンブーメランですね。これも毎回、激重ですよっていう風に話してるかなと思います。もうね、バグっちゃってますけどね、オープニングがね。まあ、こんな感じです。これね、レトロアーツで動かすとね、バグっちゃうんですけど、よし。まあ、こんな感じで適当にね、選びます。多分ね、左上にね、ちっちゃいコットンが表示されるかなと思いますけれども、どうなんだろうね。あ、表示されないですね。大丈夫ですね、今回はね。まあ、激重なんで、このソフトね。で、なんでレトロアーツと、今回ヤマ三四郎のスタンドアロン版があって、今回ね、これでね、レトロアーツで動かしてます。で、スタンドアロン版のね、ヤマ三四郎だと、ちょっと重たかったんですよ。こっちの方が軽いかなと思って、こっちの方で動かしてるんですけど、そっちの方が軽そうですね、やっぱりね。おーおお。よしよしよし。まあ、もともと重たいんでね、ああ、もうちょっと重たいですね。やっぱこれはね、携帯機で遊ぶのはちょっと厳しいかな。
これでもやっぱメラメラしてますね。よしよし、もうね、重たいんですよこのゲーム。もともとねセガサタンでも処理するんで、もうね、もうかなりセガサタンの限界を限界を迎えてるソフトなんだよね、このゲームは。重たいね。よし、はいやーっつってね。ああ、ところどころちょっと処理しますね。まあ、二面がね、ちょっとね、めちゃめちゃ重たいんで、二面までちょっと行ってみようかなと思うんですけど。まあ、なんとか動かしてる感じありますね。おーおー、重たい重たい重たい。おー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 、倒しましたね。倒した。これなんだよこれね。これ掴めんのか。あ、掴めましたねこれ。まあ、とりあえず一面クリアといった感じです。これ湯飲みね、壊しても500点入ってくるんですよねこれね。はい、じゃあちょっとね、問題の2面いきたいと思います。2面大丈夫かな。で、ここからまたね、デモが入ってくるんですよね。ウィローウィローってね。はい、ちょっと2面がね、どうなるかっていうのがすごい気になっててですね。あ、2面ちょっと軽めですね、でもね。まだ大丈夫。おお、十分だと思いますけどね、これだけ動けばね。あ、ちょっとやっぱり処理落ちカクカクしてますね。おお、これちょっと重たいね。でも相当頑張ってる方だと思いますけど、どうでしょうかね、皆さんね。おーおーおー。よし。おー、ぶっとい。危ない危ない。あー、だいぶね、処理が重たくなってきましたね。ここら辺からね。やっぱね、コットンブーメラン、やっぱね、パソコンでやらないとダメかもしれないですね。だけはね、どうしてもね、もうまともに動かせたことないんじゃないかなと思うんですけど。あー、重たいね。弾発射すると処理落ちしちゃいますね。まあ、かなり頑張ってる方だと思いますけど。あー、頑張ってるでもね、止まらないで進んでるのがまだいいですね。他の機種だとね、ここら辺で止まっちゃうんですよ、もう。操作不能になっちゃってね。まだね、いけてると。うわぁ、ミサイル発射するとあれですね、処理しますね。もう活動限界っていうところですよね。まあでも全然、まあ三角とかつけますけど、まあ、全然頑張ってる方だと思います。今まででね。一番頑張ってる方だと思いますけどね。うわぁ、攻撃激しい激しいよ、激しいぜ。うわぁ、もうミサイルがあ、やられちゃいましたね。はい。一応、ボス戦ですね。あ、やばい、もうやられちゃいました。まあ、処理打ちしてますけど、まあ、こんな感じかなと思います。なんとかね、頑張ってる方だと思いますけどね。はい、っていう感じでしたね。コットンブーメラン、激重でしたけど、やっぱり重たいですね。はい、っていう感じでございます。はい、ということで、本日はですね、パウキディの RGB10MAX3 Pro で、セガサターンね、中心的に動かしてみましたが、いかがだったでしょうか。まあ、個人的にね、これね、評価すべきポイント、1万円台でここまで動くのは素晴らしいと思います。まずね、1万5千円ぐらいなんですけども、この本体ね。セガサターン今までね、なかなか動かなかったっていうのは多いんですけれども、パウキディ RGB10MAX3 Pro のね、いいところって言ったところで、バーチャルハイドライドが動くって言ったところ、あとバーニングレンジャーが動きますよといったところですね。これ X55 だと動かなかったんだよね、この2本はね。で、あとね、
コットンブーメランね、かなり頑張ってると思います、あれをね。まあ、ステージに行くと結構ね、処理落ちしてましたが、結構頑張ってる方だと思いますんで、非常にね、もう1万円台でここまで動けば十分だと思いますし、で、なんだったらね、まあ、冒頭でも話したんですけれども、ゲームキューブもね、ちょこちょこっと動きますし、プレステ2もちょこちょこっと動きますんで、かなりお買い得のね、商品だったりします。で、今はね、まだね、システムが不安定だったりするんですけれども、ジェル OS がね、もう随時更新かかってますんで、今はね、最終判断を下すべきじゃない商品だと思います。ジェル OS がね、もう十分にね、更新しきったところで、評価すべきところだと思いますんで、で、パウキテ X55 の時もね、最初全然ね、PCFX とかね、3DO とか遊べなかったんですけども、更新が進んでね、かなり動くようになっててね。もうこれもね、同じような感じになるかなと思います。徐々にプレステ2も動き出すし、ゲームキューブも動き出すかなと。今まで遊べなかったやつが遊べてくるというような感じになってくるんじゃないかなとは思ってますんで、今後のね、開発、この更新をね、楽しめる方っていうのがね、このゲーム機にね、向いてるかなと思います。ぜひね、興味持った方、この動画のね、概要欄にリンクつけておりますんで、そちらからご購入検討してみてください。お値段なんですけども、僕のね、いとっちゃんクーポン使っていただいて、15,500 円ぐらいになるかなと思います。まあ、これもね、為替によって違うんでっていうのもあるんで、で、15,500 円に送料かかりますかって質問あるんですけれども、送料はかかりません。で、なおかつね、僕の時もそうだったんですけど、税金もね、かからないんで、シンプルに15,000円ちょっと払えばね、それだけでこの商品購入できますんで、興味のある方、ここのね、リンクからご購入検討してみてください。はい、ということでね、今日はこんな感じで終わろうかななんて思います。今日の動画ね、役に立ったって方いましたら、グッドボタン押していただけると嬉しいです。あと今後なんですけど、こちらでね、3DS のゲーム動かしてくれっていうリクエストがあるんで、動かしていくんですけれども、3DS ね、一番ね、これも、これで 3DS 動かす欠点が一つあって、これタッチパネルついてないんですよ。だからね、3DS のタッチパネル機能はついているソフトはもうほとんど動かないと思っていただいて、タッチパネルを使わないゲームですね。で、僕がね、直感で最近遊んだのがドラゴンクエスト8、8ですね。これはね、タッチパネルほとんど使わないんで、で、しかもね、結構遊べました。2時間、3時間ぐらい動かしたんですけれども、ドラゴンクエスト8はね、8はね、動きますんで、まあ、これはね、バッチリ今後ちょっと動画にしていきたいなと思っております。はい、ということでね、今日はこんな感じで終わろうかなと思います。いとっチャンネルでした。また次の動画でお会いしましょう。